コンです。よろしくお願いします。今回はこちら、モテる男はここが違う、女が惚れる男の特徴。なるほど。ということでですね、今回あのお二人を呼んだんですけど、はい、なんでこの人、なんで二人ですか？恋愛上級者と深く言ったら上級者でもないけど、すごくあのいろんな方を見てそうな感じして確かに、ね、人を研究するのは好きかも。まあ審査もしてもらいつつ、はい、エピソードも話してもらいつつ、はい、これが実際に合ってるかどうかを、うん、はい、やりたいと思います。外見編から、清潔感がある大事、うん、はい、心理学的にっていう記事があるので、そういうことを読むと、モテない人の特徴をまとめた論文によると、モテない人の特徴ワースト1は不潔さ。そうだね、人が不潔なものに嫌悪感を覚えるのは本能的に伝染病の可能性を恐れるかららしいです。本能的にね。本能的に、そう、だから最低限の清潔感とファッションセンスは身につけておきたいものっていうのが書いてあります。そうね、はい、その後、イケメン、顔が整っている、大事、はい、これは左右対称を整った顔がイケメンっていう。でもめっちゃ左右対称やけど、パッと見ブスの人絶対いるよね実際モテる方は左右対称整った顔らしい。へえ。でもね、イケメンは長期的で誠実な恋愛を安定した結婚生活へ向かないことが分かってるらしいよ。あー、ちょっと遊んじゃうってことちょっと調子乗っちゃうんでしょうね、うん、だから的な恋愛を求める慎重な女性によって、時にイケメンな男性は恋愛対象外になりやすいので、 100% イケメンが、まあ、モテる条件とは限らない。うん、まあ、整いすぎてたら、でもさ、あの人遊んでるんやろうなみたいな考え方にはなるよね。 あと性格、はい、モテる男の性格は優しくて親切。これはもうみんな口を揃えて言うそうね。その理由は遺伝子心理学的に、親切な男性は子育てにもきちんと参加、そこまで考えてんのか、子育てに協力的なため、遺伝子を後世に伝える確率が上がると判断されるらしい。おう、あとは、謙虚な人ですね。自慢げな男性よりも謙虚な男性の方が女性の効果が高いっていうことを言うんですけども、二人の関係を大切にしてくれる、浮気をしなそうという印象も与えるらしいです。それはでも印象を与えるだけで、実際はどうかわからんと思うし、まあね、ないんだけども、褒められた時にもじもじして黙ってしまうのが謙虚ではなく内気です。なんだそれただの内気です。なんかもっとなんかためになる話ないんですか？自信のある雰囲気は女性から包容力や頼りがいがあるように見えるからモテるらしいんですよ、はい、体をゆっくりと動かし胸を開くことって感じ。どういうこと？ゴードリーみたいな、こういう感じ。こういう感じ。演出させる簡単な方法ね。こういう感じで。そしたらあれだね、会話編はどうよ。聞き上手で女性の話を引き出してくれる。ああいいね。とにかく聞いてほしいからね、何でも。そう、あと LINE 編もある。え、ちょっと LINE 編気になるね。モテる男の LINE の特徴と条件は、気になる。女性心理を理解した返信ができる。例えば今年の夏休みに何か予定があるのという女性の質問に対して、男性が返信する内容は、質問の答えではなく相手の質問返しだ。さらに返す。だから俺はキャンプに行くよ、君はどうなのってこと。そうそうそう、それモテてくる。それこそこの夏は登山に行こうと思ってるんだけど、〇〇さんはどんな予定なのって。うわー、完璧よ、100点よ。そう、すごい、あの聞き返すのがモテるメッセージ。あとはね、連絡へメッセージはマメ。マメな人はね、なんか結局マメな人は仕事もできるっていうしね、まあ、モテる男とは別にモテそうなのにモテない男の特徴があるらしくて、いるね、悪い人ではないけどつまらない。あー、わかる、すっごいわかる。いる？めっちゃわかる。わかる、めっちゃ良くてもなんかおもんないって。なんかおもんない。これがそれでもさ、話がおもろくないってこと。話が面白くない人だよ、もうつまらない人、リナからしたら。ちょっとこれをまとめると、モテる男は顔がイケメンというより、女性は男性を総合的に評価する生き物、美女と野獣カップルが多いのもこのためです。逆に顔が非イケメンだったとしても、清潔感がある見た目で紳士的な行動ができたり、知的
性が感じられる会話があればモテるのです。だから紹介した、特徴と条件の中から真似できるものを取り入れて努力すれば誰でもモテる男になれますよっていう記事です。これ記事ですって言うな。え、研究してきたんやろ。いやドクターオミは人一手です。顔がどうっていうよりもさ、スマートな人いるじゃん、なんか何事に対して、うん、そういう人の方が女性は好きだから、うん、俺もイケメンに生まれたかったなっていう男が一番嫌だ。そう、いるいる。俺も顔がやればいいとこで、俺も顔がやれば違う。なので皆さん、ぜひ見直してください、自分をね。うん、モテましょう、ね、はい、モテましょう。それでは、チャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。以上、しゃべちゃんでした。バイバイ。